おはようございます。一緒に今朝も神様礼拝していきたいと思います。一言祈ります。天のお父様、神の嵐が、あるいは雨を伴って昨日今日とこの東京にも吹き荒れておりますけれども、神様あなたが、今朝を守ってくださってありがとうございます。暖かい風が冷たい風を吹き飛ばしていくように、主よ、あなたの御霊が、聖霊の風が私たちを吹き荒れて、疲れを、あるいはマイナスのものを全てあなたが追い払ってください。主よ、あなたのあふれる恵みでこの朝あふれさせてください。新しい習慣を祝福してください。イエス様の皆で感謝してお祈りいたします。アーメン。一人一人らしく、一人一人らしく、神様によって作られた、東西から北も南までも、世界の果てまで愛を届けよう。輝く神の
の光どなたかしら砂漠の水で満たされ潤され生き返る生き返る今ここに凄いが激しく望まれ力火のように熱く注がれるもう振り向かない
Ah!
Thank you.
Thank you.
緒に、このクリアファイルに入っている告白をしていきたいと思います。モーセの10回、10の言葉、神様が私たちにくださった愛の言葉ですから、それは私たちの本当の姿を、ズバッと言われますので、ちょっと痛いな、でもそれはそのままのあなたを愛してる、そのままでいいと言ってるわけじゃないんだけど、そのままで許してください。そしてそのままで進み出たら、私たちは、神と一体になり変えられていくんだ。あなたを愛してる。ちょうどそうですよね。子供はそのままで愛してますけどね、その子供のまんまで、終わってしまうんではなくてね、生えば立て、立てば歩めるの親心って言いますけどね、そのままで、可愛いんだけど、でも成長してほしいというように、私たちをも、成長を願っておられる神の愛の言葉、モーセの実感、一緒に告白します。3番です。3、はい。私はあなたの主なる神である。私の他に神があってはならない。あなたの神主の名を身なりに唱えてはならない。主の日を心に留め、これを聖とせよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の妻を押してはならない。隣人の財産を押してはならない。アメン。それでは、6番パウロの祈り、これを告白したいと思います。私たちの内なる人が、強くされますように。頑固になるって言ってないんですね、神の命で私たちの内なる人が、強くされ、それは神の愛の広さ、長さ、高さ、深さを理解し、神の愛を体験することだって言ってますけど、このパウロの祈り、一緒に私たちの祈りとして告白したいと思います。6番、はい。こういうわけで、私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれる全てのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持って、あなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストはあなた方の信仰によって、あなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アメン。ということで祈ります。天の父なる神様、私たちのこの朝を私たちに新しく与えてください。元気を与え、健康を与え、まあ、ところが元気でない人もいるかもしれませんけれど、主によってまた強められることを覚えて感謝いたします。マイナスはプラスに変えられるので、前もって感謝し賛美いたします。問題もそれが祝福に変わる、ピンチもそれがチャンスに変わる。だから全てのことを感謝しながら、それが礼拝であり、また全てのことを感謝するお一人お一人が今日一緒に、今度は、共に集まって礼拝感謝できることをありがとうございます。主よ、どうぞお一人お一人が疲れていたり感謝できない、そういう、毎日を忙しく、そして、本当に目まぐるしい毎日ですけれど、神様どうぞ、どうぞ私たちをお支えください。神の力によって強くされて、主を自分が許され、祝福され、救われている、そのゆとりが与えられ、幸せが与えられ、自分だけではなくて今度は他者のために祈ったり、また取り出したり、伝道したり、支えていける、互いに愛し支え合っていく、そのような力をも私にお与えくださいますよ。神は愛です。その愛を私たちにも与えください。
御言葉と聖霊を通して主よ、あなたが今日私たちを養ってくださることを感謝し、期待し、愛する主イエス様の皆で感謝してお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます、私たちの神様は私たちをいつも養ってくださることを感謝したいと思います。今日も御言葉を通して私たちが力が与えられ、そして喜びにあふれることを感謝いたします。詩編23編には主は私の牧者であって乏しいことはない、荒野を牧者について歩くその羊、乏しいことがないっていうのは嘘ですよね、食べ物もない、草もない、私はユダの荒野というのをね、しばらく歩きましたけど、水をちょびちょびでも飲まないとね、脱水になるほど空気も乾いてるし、また、水もない、草一本入る。ところが面白いですね、エルサレムで雨が降るとね、ドバーッとね、日本のように土がないから鉄砲水となってドバーッと流れてくる。そうするとその石地に草が生えて、そして花も咲いちゃうんですね。でそうなると、しばらくこの羊もね、食べるものがある。でもまた一日にして咲き、一日にして枯れるっていうのがね、そういう世界なんですね、荒野って。だから、いくら牧者の後をついてたってね、乾くこと、枯れることはあるんですね。ああ、喉が渇いた、お腹が空いた、でも途中は大変でも最後はその牧者についていくなら、緑の薪は水のほとりにありつける、そこにつけるんだ。だから私たちの人生、辛いこともある、マイナスのこともある、苦しいこともある。でもこのお方から目を離さないで、このお方についていくならば、私たちは必ずその、必要なものが満たされる。聖書はそう教えるんですね。ですから私たち苦しいことはあるけれど、このお方についていきましょう。イエス様を愛する人はアーメンと言ってください。アーメン。喉が渇くというお話をしましたけれど、聖書は羊を私たち人間に例えますが、今日のイエス様の言葉は私は渇くという言葉なんですね。イースターまでの40日間、まあ、日曜日を除いてですけれど、その期間をレントといって、まあ、ずっと、十字架について学んできました。そして、イースターを超えたんですけど、まだ、今日はイエス様の十字架の言葉5回目という題で、学んでおります。まあ、あと少しですね。イエス様7つ語られました。十字架の上で9時からお昼まで3つ、そしてお昼から死なれる3時まで4つを語った。1つ目は何だったか。父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。2つ目は誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。3つ目、女の方、そこにあなたの息子がいます、そこにあなたの母がいます。イエス様は壮絶な苦しみの中で、細かいことはもう私は考えたくないって言うんじゃなくて、自分のお母さんのことを思ってね、弟子たちとこのお母さんをつけて、神の家族という関係を、当時女の人は今と違ってね、夫が死んだらもう子供に頼らなきゃ生きていけない、子供がいなければどうしたらいいか、そんな状態の中で神の家族という関係を築いた。十字架の言葉の中でね、こんな言葉があるんですね。あなたの息子だよ、あなたの母だよ。そして4つ目は、まあ、壮絶な言葉にまた戻ります。エリエリレマサバクタニ、どうして私をお見せになったのですか。イエス様が罪を負った時には父は顔を背け、そしてその裁きを与えられた。だからお見捨てになられた。まあ、それが4つ目でした。そこまで学びましたね。今日5つ目は、私は乾くという言葉です。この後イエスは全てのことが完了したのを知って、聖書が成就されたために、私は乾くと言われた。そこには水、ブドウ酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは、水ブドウ酒を含んだ海綿を規則の枝につけて、それをイエスの口元に差し出したと言います。
今日はこの箇所をですね、一緒にまず読んでみたいと思います。まあ、今読んでしまったわけですけど、私たちの口を通し、そしてまた自分の耳を通してもう一度この言葉を、噛み締めていきたいと思います。ヨハネの福音書19章28節から29節。じゃあこれをですね、今日は2節ですだけですので一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。はい。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿を祖父の枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。アーメン。まずイエス様の十字架のことは、今日は3つのポイントから学びます。1つ目はイエス様の二面性ということについて見てみたいと思います。イエス様は神であり人間だった。まあ、これは神学校へ行くとですね、必ずキリスト論っていうのがあって、大抵これは学びますね。まあ、神が 100%、人間が 100% ってことなんですね。そういうことはないですよね。普通は神が 50% で人間が 50%。 でもイエス様は 100% 神であり 100% 人であられた。まあ、これがですね、聖書が教えるイエス・キリスト。そしてこれはですね、使徒たちの教えとしてずっと、あの弟子たちから始まってちゃんと伝承して2000年間伝えられてきた教えなんですね。で、この教えに同意しない、キリスト教というものがあったら、それを異端と言います。イエス様は神であった、でも人ではなかったとかですね、イエス様は人であった、でも神ではなかった、それは異端だ。 100% 神であり 100% 人間であった。ぜひ、このことは、心の中に、覚えてください。そしてこの今日の5番目の私は乾くっていうのはですね、人としてのイエス様を表してるんですね。 100% 人間だから神でもあるんだけど、喉が乾くっていうことをね、イエス様は本当に現実として経験されました。この乾くという、その他にもですね、いろんな痛みを経験しました。まずは傷による痛み、そして熱が出ました。その痛み、熱はどれほどだったでしょうか。また、呼吸ができなくなってしまうんですね。体を伸び上げなければ、体がダランと垂れてしまったら窒息してしまう。でもそれもすごい苦しみだった。だん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 弱って、そして窒息してしまう。でも、イエス様はもっと苦しいことを経験した。それが喉の渇きだったんですね。その渇きは、どれほどだったか、私は乾く、そう言われたんですね。弱音を吐かないイエス様がね、そう言われたというのはどれほど苦しかったでしょうか。マタイ27の34を見てみると、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとされなかった。喉が渇いているのに舐めたけど飲もうとされなかった。兵士たちはですね、イエス様に苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたんですね。その口元へ持っていった。喉が渇いていれば飲めばいいのに拒否したんですね。あ、これはアルコールだって分かったんですね。だからアルコールを飲むと鎮痛効果でね、意識が朦朧として、まあ楽になる。でもイエス様はシラフでいなきゃいけない。お酒に酔わない状態でその痛みを全部味わい、そしてシラフの状態で救い主の働きを全うする必要があった。だからアルコール、その苦味を混ぜたブドウ酒を拒否された。それが書かれています。しかしもう一方においてですね、マタイ19の29を見るとこう書かれています。そこには水ブドウ酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿を一つの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。
苦みが混ざったそのブドウ酒は飲まなかったけれど、酸いブドウ酒の方はイエス様を受けて飲まれたって言うんですね。まあこれはワインビネガーなんですね。酸いブドウ酒、これは、薄くこう水で薄められたものであり、兵士たちの飲み物であった。イエス様は乾いているので、その酸いブドウ酒を飲んで喉を潤して、そして最後の言葉を語るために、この飲み物を飲まれたということがわかります。アルコールを拒否したけど酸いブドウ酒を飲まなかった。よく読んでみるとね、2種類の飲み物がイエス様に提供されたということがわかるんですね。まあ、イエス様の二面性です。酸いブドウ酒を、飲まれたけど、苦味の入ったブドウ酒は拒否された。イエス様は神であり人間であったということですね。次に第2番目いきます。イエス様は旧約聖書の救い主の予言を成就された、この出来事を通してですね。まあ、この後を見ると、すべては完了したって書いてあるんですね。すべては完了した、すべては完了したのを知って聖書が成就されるために私は乾く。まあ、イエス様は鎮痛剤としての苦味の入ったそのブドウ酒は拒否していた。で、完了したって言われたのは何が完了したのか。まあ、今までの4つの言葉ですね。父よ、彼らを許してください、私はあなたとパラダイスにいる、その一言でその冒頭、同じ十字架についている人をパラダイスに入れる、そして神の家族を形成する、そして死を打ち滅ぼす、この十字架の4つの言葉を成し遂げた、祈り終えた、まあ、それがですね、完了したということですね。でもそれだけじゃないんですね。この完了したっていうのは、私は父に従い通したっていうんですね。従いたいことだけは従います、でも嫌なことはお断りしますっていうんじゃなくて、最後までイエス様は父に従った。フィリピ2章6節から、キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたのです。最後まで従順された。でさ、完了したっていうのはそういうことも含まれるんですね。私は従い通しました、父よ。そしてもう一つはですね、贖いを成し遂げたってことなんですね。全人類の罪の贖いを成し遂げた、支払ったっていうんですね。皆さん、イエス様の十字架を信じてください。それによって完全に罪の許しがあります。完了したっていうんですからね。そして悪魔に打ち勝った。今日私たちはイエス様の名前で悪魔を追い出すことができる。それはイエス様の十字架の家です。今日打たれた傷により病が癒された。イエス様は癒し主です。心と体を癒してくださる方、またあらゆる問題を解決してくださる方、そして死を打ち破られた方、復活をもって永遠の命、天国の道を開かれた。完了した、これはテテレスタイという言葉ですね。まあ、後に学びます。これはですね、商売人が使う言葉ですね。支払いが終わった、それは命を払った。まあ、戻ります。乾くという言葉に今日は焦点を当てております。乾くっていうのはですね、機械的になんかこうセリフとして言ったんじゃなくて、本当にこれは乾いていたから乾くって言ったんですね。イエス様は生涯において旧約聖書の言葉を一つ一つ成就するお方でした。成就してきました。そしてここも実は乾きの予言をイエス様は成就したんですね。乾くって言われたのは実は乾きの予言を成就した。まあ、例えば詩編22編15節を見るとこう書かれています。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。
あなたは私を死の塵の上に置かれます。また詩編69の21を見ると、彼らは私の食物の代わりに苦みを与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。これはダビデの歌ですね。ワインビネが飲みましたよね。苦みを与えた、私が乾いた時に酢を飲ませた。そしてもう一つ、水ブドウ酒を含んだ海綿を一つの枝につけて渡すっていう予言もあるんですね。一つの枝っていうのは実は短いんです。短いから十字架に届かないんじゃないか。多くの人は十字架っていうと随分高いところに上げられてね、3メートルも4メートルもね、だから口の元に届くはずがないって学者が言うんですけど、それはこの十字架っていうのがね、目の前にかけられた、それほど高い場所じゃない、晒し物、同じような目線の場所に掲げられていた、そうやって、ね、恥ずかしめられたっていうことのゆえじゃないかなと思うんですね。一つの枝で届くぐらいの距離のところにイエス様の十字架は、出エジプト記12章22節、一つの束を取って鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をカモイと2本の燃え中につけなさい、朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない。まあ、この一つはですね、杉越の祭りに、用いられますけれど、イエス様が杉越の子羊として死ぬっていうことをですね、これは表しているんですね。その門中に血を塗ったならば、その家から杉越して殺されなかったんですね。すべての長男が殺されたのに、その血を見て杉越して、今日私たちがイエス様の血潮をこの心に、心の門中に塗るならば、イエス様を受け入れるならば、今日神の裁きは過ぎ越す。皆さん、ヒソプにつけられて、そして子羊として死んだ。皆さん、イエス様は十字架でこの過ぎ越しを成就したんですね。あの出エジプトの時の過ぎ越しはイエス様の十字架を指してたんです。それをイエス様はこの十字架の上で成就しました。神の子羊として死んで、そして血を流してくださった。皆さん、このことを感謝する人はアメンと言ってください。アメン。第3番目、イエス様は私たちの身代わりとなられたということですね。で、まず逆説と二面性っていうこと、まあ、先ほどと似たようなテーマを使いますけど、イエス様は命の水を与える方です。命の水を与える方なのに、自分自身は渇きで苦しんだ。人を生かす働きをするのに、自分自身が死なれた、渇いた。ヨハネ4章14節にこう書かれています。しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して渇くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。ヨハネ7章38節。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。イエス様は命の水を提供するお方。でも渇きを覚えた。イエス様は神であられる。でも人であったってことですね。神として命の水を提供する。でも人として乾いた。二面性を持っている。また、身代わりとなられた。神の怒りの杯を飲んだってことです。神の怒りの杯を飲んだ。ヨハネ18章11節。そこでイエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。杯を飲み干した。罪の入った神の怒りの杯をイエスは飲み干して、罪となってその罪の罰を全身全霊で受けた。皆さん、その罰を受けた時にはその最も低いところにまで下ったんですね。まあ底辺って言葉はありますけど、底辺です。これ以上低いところがないところにまでイエス様は
振られた。ということはですね、許されない罪はないってことです。どんなにひどい人でも、どんな大きな罪、どんな大きな病であっても、許されない、癒されないものはない。イエス様は罪の塊となって、裁かれ、経典、最も低いところまで下った。ある親がですね、子供が、0点を取ってきました。まあ、最初はその0点のテストを載せるのがね、親に怒られるだろうなと思ってこう心配してたんだけど、まあ、見せたんですね。そうすると、この親はですね、賢く、こう言ったんですね。あら、0点取ったのねって、まあ、喜ぶわけではないんだけど、これから上がっていくだけだよねって、まあ0点だからね、これ以上落ちようがないから、今度で10点、20点、40点、50点、80点、そしてやがてあなたは100点取れるようになるよって、言ったそうです。で、この子はですね、やがて100点を取れるようになったそうですね。もう降り切ったら登るだけだ。で、私たちの人生がどんなに今、0点のようであってるか、イエス様はもっと低いところに来た。イエス様と共に私たちはあとは登っていくだけです。皆さん、今日イエス様と出会って、そして一つになって人生をやり直していく、また、人生をまた挽回していく朝となりますように、イエス様の皆で祝福します。ローマ6章24章25節、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められる、まあ、100点となるということですね。義と認められるために蘇られたからです。イエス様は私の身代わりとなって経典に下り、私を引き上げてください。皆さん、今日このお方に背負われ、このお方と一緒に成長していく皆さんとなるように祝福します。アメン。結論を話します。イエス様のこの乾くこう言われたこの十字架の言葉、これらは今日、私たちにとってどういうことを意味するんだろうかということを見ています。まず、キリストにあってという言葉が聖書にあります。キリストにある。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。皆さん、イエス様を信じるということは、このイエス・キリストの中に私は存在しているということなんです。だからすごいですね。このイエス様の中に私たちは入ってしまっている。もう私たちは罪に定められることがない。イエス様の中にいるからです。守られているんです。こういうわけで今は、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。皆さんが、私がこのイエス様の中にある。守られているんだ。今日そのことを感謝し、そのことを私たちは思い起こしたいと思います。イエス様を信じるってことはですね、イエス様に起こったことが私にも起こるってことなんです。実感はないかもしれない。イエス様は義の道を歩みました。旧約聖書でイスラエルは全部失敗したんですね。で、その失敗したことを全部イエス様は踏み直してるんですよ。あの出エジプトはバプテスマのヨハネから洗礼を受けた。アラノで40年間失敗した。イエス様は40日間断食をして、そしてその勝利を得られた。人の失敗を全部イエス様は踏み直して、それを全うされた。そしてイエス様はその人間の罪を全て背負って死なれた。墓に葬られた、読みにくなった、そして3日目によみがえった。皆さん、今日このことが私の人生に起こっているんです。イエス様を信じるならば、すごいですね。皆さん、霊的にも起こっているんです。義と認められ、古い私は死んだ、そして復活して神の右の座についている。イエス様にあるということはそういうことなんですね。イエス様にあることは私に起こった、今起こって、そしてやがて実際に天国へ行った時にそれが実現する。もうそれは始まっている。そしてやがてそれは必ず体験するんだ。皆さん、キリストにあって
私たちはそういうものとされていることを感謝します。で、2つ目はですね、結論の2つ目は、まあ、イエス様は大祭司であった。祭司っていうのはですね、神と人との間に立って仲介をする人ですね。仲介者です。ヘブル 4-15 からにはこう書かれています。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエス様は大祭司です。この大祭司によって私たちは恵みの座に大胆に近づける。神のもとにもう腹立つことなく、何も恐れることなく、大胆に行くことができる。皆さん、そのことを喜んでますか。アメン。大胆に近づける。まあ、本当はね、私たちが十字架に背負って、そして死んで神の前でお詫びしなきゃいけなかった。これは私の罪の罰です。当然受けるべきものです。どうかこの死をもって私を許してください。でもイエス様が身代わりとなって、そして罪を背負ってくれた。今はこの神と人との間にイエス様が入っている。もう大胆に近づけるようになったことを感謝します。じゃあ今度は私たちがですね、このような祭司として、取りなすものにさせていただこうじゃないでしょうか。イエス様によって私と神が取りなされて一つになった。今度は私たちが他の誰かとが神と親しくなるよ、神のもとに立ち返るように、そのような取りなすもの祭司とならせていただきたいと思うんですね。今日それが私たちにとっての決断すべき結論です。皆さん、どうぞイエス様は私たちにそうなってもらいたい。具体的に伝道することですけど、いきなり伝道しろって言ってもできない場合がありますね。どうしたらいいか祈ってください。まあ、皆さんにとって3人ぐらい未信者がいないでしょうか。身近に。その3人の名前を書いてみてください、ノートにね。ノートを開くたびにその人の名前を読んで、神様どうぞこの人を救ってください、救ってください、救ってください。じゃあ救われたらどうするか。それを消して新しい名前を入れていく。私はそのようにしています。あっという間にね、どん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 救われていくんですね。伝道っていうのは祈りに始まる。そして祈りに終わる。私たち人間の技ではないからです。そして祈ってたら、その人に対してね、思いが与えられて、ある日教会行かない、あるいはイエス様の証をする、そういうチャンスです。いきなり伝道しろって言っても、ね、難しいんでね、皆さん祈ってください。で、これがですね、取りなすものです。祈ってたら、その人のために祈ってたら、その人が嫌いでもね、許せるようになってきたり、あるいはその人に対して何か、あ、私にも問題があるな、ごめんね、なさい、いろんなことでね、その人との関係が変わり、その人が救われるようになってくるんですね。皆さん、どうぞ大祭司、私たちは、大祭司のイエス様と共に祭司として、取り出すものとさせていただきたいと思います。今日はイエス様の言葉第5番目の、私は乾くという人の身に永遠の命を与える、命の水を与える方が乾いた。この方だから私は救われたんですね。この方は神だけだった。私たちはこの方のレベルに達しなきゃいけなかった。でも人となって私のいるところにまで下ってくださった。今のままで受け入れるだけでいい、許してください。皆さん、どうぞそのままの姿で今日イエス様のもとへ行きましょう。そしてイエス様にやっていただいたように、今度は人に仕える、に取り出す、そんなものにさせていただきたいと思います。一言であります。天のお父様、ありがとうございます。私は乾くと言われた。その乾きのゆえに私の乾きを背負い、私たちは永遠の命、生ける水が与えられたことを感謝します。その水を持って、命を持って、今度は誰かのために使えていく、誰かが救われるために私たちを用いてください。イエス様の御名で祈ります。アメン。皆さんで、ね、しばらくお祈りの時をお待ちいただきたいと思います。
しばらく祈りましょう。よく決断ができません。そんなお父さんが足は辛く、どれほどの価値だったんでしょう。変わって必要もないから神である方が人間になって、私の身代わりに変わって、そして十字架で死なれました。私の渇きをあなたは潤すために変えてくださいました。その素晴らしい恵みに私たちはどう答えたのでしょうか。少なくとも神が願っておられること、人の子は失われたものを探すために来られた、人の子は滅びに向かっている人を救うために来られた、私たちはこの神と同じ思いを持って、少なくとも神様あなたが願っているように、私もあなたの心を持って伝道するために、救われるために私を使ってください、私を持ちくださいと言わせてくださいますよ。主をお願いいたします。小さな私たち、滅びべきものといったら弱さぐらいしかありません。十字架以外に何も心もありません。そんな私たちですけど、神様私たちを支えます。神の家のために使ってくださいますよ。これからお願い申し上げます。主一人一人がどうぞそれが喜びを持って神の前に進んでいく、そのままの姿、神が私のところに来てくださったからです。今ある私たちがイエス様を求めます。イエス様と一つになって生きていきます。主よ、政治が混乱しております。神様どうぞ政治のために主を覚えてください。今の国民があなたの導かれるように、この国を共に担っていくことができるように、神政治家に任せる、力のある指導者リーダーたちに任せるだけではなく、一人一人自分のできるその役目を、その使命を果たしていくことができるように、主よどうぞ私たち一人一人にその力と、その生き方を私たちに与えてください。お願いします。私たちを愛してくださる神様、どうぞあなたの愛をあなたの知らない人たちにもし届けることができるようにお願いいたします。感謝し、イエス・キリストの名でお祈りいたします。アメン。イエス様どうぞ一人一人が祈りました。その祈りが主の答えを得て、やがてその祝福の体験し、またその祝福が始まっているところありがとうございます。その恵みに感謝し、あなたの十字架に感謝して捧げ物いたします。主よどうぞご用のため捧げ物、私自身をお使いください。イエス様の名で祈ります。アメン。皆さんご起立ください。多くの方にこの賛美を捧げ物をしていきたいと思います。多くの神にいざ
少しずつ私たちの現実として実感となっていると思います。しかしもう私たちがイエス様を信じた時点で、実は私たちはその十字架を体験し、私たちの古い性質は死んで、そして聖書はこうまで言っているんですね。私たちはもう罪を犯すことができない。嘘だ私は罪を犯します時々。この原文のギリシャ語を調べてみるとですね、罪を犯し続けることができない。かつての私は、罪を犯してもその痛みはなかった、罪責感、人にバレなければいいや。ところが、ああ神様が分かっている、罪責感がある、犯し続けられない、神様許してください。もうそれを繰り返すことで人は罪から離れていくんですね。イエス様が私を愛してくれて、私は神の神殿だ、私の中にイエス様が住んでおられる、イエス様と一緒に私は死んだんだ、私たちはその十字架の恵みをもう一度この日曜日の朝ごとに思い出して、そして愛されている、許されている、そのことを確認して新しい習慣をスタートできたら幸いです。一言で祈ります。恵み深い天の父なる神様、御子イエスキリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の御苦しみを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に生きるものとさせてください。主キリストイエスの御名で感謝してお祈りをいたします。アメン。私たちの主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です、私を覚えるためこのようにしなさい。
イエス様がこの場所にいて私たちにご自分の体を裂き、私たちにその命をくださった、そのことを覚えて感謝して一緒にいただきましょう。私たちの主イエスは同じように杯を取り、感謝をおされて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。感謝を持って、信仰を持って、心の内にイエス様を味わっています。イエス様の愛に感謝をいたします。皆さんでしばらく感謝の心を持って、この自由にイエス様にお祈りを捧げる時間を持ちたいと思います。しばらく祈りましょう。十字架の恵みを感謝します。一人一人がその恵みを受けて永遠の命を確認し救われていることを喜び、私たちのうちにあなたの命が溢れていると感謝します。どうぞ私たちを生きた備え物としてあなたの御名に捧げたいと思います。どうぞ主の助けにより私たちが教会に仕えつつ、主が再び来られる日まで私たちをお導きください。イエス様の皆で感謝してお願いします。あなたはあなたに、あなたはあなたに、あなたはもし御言葉に、私たちを変え続けてくださっていることを感謝いたします。今は工事中ですから、さまざまな騒音が出たり、また、罪失敗、いろんな、不都合が、あるいは失敗がありますけれど、主をどうぞ許してください。
私たちをどうぞあなたの工事を通して日々作り変えてくださいますよ。今あなたがあなたの血潮によって罪を洗い清め、不信仰の領域を追い出してくださいますように。主よ、イエス様を信じ合い、あるいはイエス様の御言葉を過小評価する不信仰の霊、イエスの皆で命じる、兄弟姉妹から出ていきなさい。また愛を壊す分裂の力、また、無関心、不従順の霊、イエスの皆で縛り追放する。イエス様、どうぞあなたの御霊を注いでください。父から生ける水を私たちに注いでください。そして湧き上がるようにさせてくださいますように、祝福してください。イエス様ありがとうございます。イエス様の血潮で守り、イエス様の血潮によって祝福してください。おー、主イエス様、あなたの血潮で祝福し、あなたの血潮で守り、主よ、聖霊の満たしをお与えください。お願いいたします。おー、主イエス様ありがとうございます。あなたの血潮で洗い清め、あなたの御霊が湧き上がるように祝福してください。おー、祝福してください。お願いいたします。主イエス様ありがとうございます。あなたの祝福で溢れさせてください。あなたの祝福で溢れさせてください。生ける水が川となって流れるようにお願いいたします。おー、主イエス様ありがとうございます。あなたの祝福で溢れさせてください。主を助けてください。助け主、聖霊がいつも共にいて導いてくださいますように祝福してください。お願いいたします。おー、主イエス様ありがとうございます。あなたの御霊が知恵、そして知識だけではなくて力を与え、愛を与え、喜びで満たしてくださいます。おー、主よ、御霊を注ぎ続けてください。御霊を注ぎ続けてください。御霊が溢れるように祝福してください。御霊が溢れるように祝福してください。御霊が溢れるように祝福してください。主様お願いします。主よ、あなたが共にいてくださることをこれから感謝します。イエス様の御霊は命です。力です。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、理性の実を結ばせてくださいます。私たちは弱いですけれど、あなたが木であり、根であり、また、私たちを全て支えてくださいます。あなたに連なる私たちは枝です。だから、あなたの実を結びます。主よ、この1週間も私たちを見せてください。あなたお願いします。あなたに連なります。イエス様の皆でお祈りいたします。アーメン。誰もあなたを愛してる、あなたを誰よりも、あなたを
祝福し、あなたを守られますように。主の御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主の御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願わくは、我らの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、そろいましたお一人お一人とともに、そのご家族、親族一同の上に、インターネットやメディアで共に礼拝を捧げた方々とともに、今も後も、よう限りなくあらんこと。アメン。アメン。感謝の拍手を持ってイエス様に栄光を返したいと思います。アレルヤ。